かでしたか、ワインレッドの心。私は玉木が大好きです。もう何とも言えない拳の使い方とか、本当に初めて見た時びっくりしましたね。1メートルぐらいそばで聞いたんです。その時に感激しました。そしてワインレッドの心はもうものすごく綺麗な曲なので、ピアノの伴奏だけでもこう表現したくなる曲なんです。世界を笑顔に、さよこでした。